サー・アレグザンダー・アーノルド・コンスタンティン・イシゴニスは、ギリシア系イギリス人の自動車技術者である。特に、ブリティッシュ・モーター・コーポレーションが1959年に発売した革命的な小型大衆車、ミニの設計者として、今日でも記憶されている。旧オスマン帝国領内のギリシア人コミュニティで生まれた。祖父のデモス・テニス・イシャイガニスは1830年代に、 この地に移民としてやってきて、イギリス政府によるトルコ国営鉄道の建設工事に従事、その功績で英国国籍を取得。アレックの父にあたる1872年生まれのコンスタンティンは英国で教育を受け、ドイツ系のフールダプリコップと結婚した。1922年、コンスタンティン一家は、起土戦争勃発を前に、故郷から避難、コンスタンティンは同年死去したが、 母のフールだと、息子のアレグザンダーは、翌1923年からイギリスに定住した。彼は、サリー大学バタシー・ポリテクニックで技術を学んだが、数学のテストに3度も落第。以後彼は数学を、すべての創造的な天才たちの敵と呼んで毛嫌いした。同校卒業後は、ロンドン大学の学外プログラムを修了して、大学卒業の資格を得た。 イシゴニスは卒業後、英国の中高級車メーカーハンバーニー技師として入社し、自動車業界でのキャリアをスタートさせた。1930から40年代には、スーパーチャージャーでチューンした、オースチン7ベースのレーシングカーを自作し、レースで活躍した。彼はエンジンのみならず後には、フロントサスペンションも改造して注目され、 1936年には、モーリス社に移籍し、モーリス店のための全輪独立サスペンションの設計を担当した。このサスペンションの生産化は、第二次世界大戦によって実現しなかったが、戦後の MGY タイプで用いられた。1939年には、趣味のオースチン7ベースのレーシングカー製作で、ベニア合板を挟んだアルミニウム製の車体。 前輪トレーリングアーム、後輪スイングアクスルにラバースプリングを組み合わせたサスペンションを持つ個性的なデザインスペシャルを製作した。車両重量はわずか587ポンドに過ぎず、その半分近い252ポンドはエンジンの重量であった。イシゴニスはすでにオースチンのライバルであるモーリスに在籍していたが、オースチンはこのマシン用のエンジンを供給、イシゴニスは 本来の 750cc クラスでは、もちろんのこと、1100cc クラスでもしばしば勝利を収めた。戦時中はモーリスにおいて、戦後に向けた様々な開発プロジェクトに従事したが、特に成功策となったのは、モスキートというコードネームで呼ばれた、モーリスマイナーであった。1952年にモーリスとオースチンが合併して、 ブリティッシュモーターコーポレーションとなると、彼は一旦モーリスを退社して高級車メーカーのアルビスに移籍。ここで総アルミ製 V8 エンジン、4輪、関連独立サスペンションを持つ進歩的なセダンを設計したが、すでに車運が傾いていたアルビスはこれを生産化することができなかった。1955年、イシゴニスは、 BMC 会長のサーレナードロードによって同社に呼び戻され、BMC 合併後の主要生産車種となる3種類の乗用車の設計を命じられた。一つは、XC-9001 というコードネームで呼ばれた大型車。二つ目は、XC-9002 と呼ばれた中間サイズのファミリーカー。そして最後が、XC-9003 という小型のタウンカーであった。 1956年にかけて、イシゴニスは、最初の2種類の設計を優先し、プロトタイプの試験を行っていた。ところが1956年末、第二次中東戦争が勃発、イギリス国内ではガソリンが欠乏して、配給制度が敷かれた。レナードロードはイシゴニスに、XC-9003 の開発を最優先にするよう、命じた。 9003のプロトタイプは1957年初頭に完成。1959年8月にモーリスミニマイナー、オースチンセブンとして市販化された。これがイシゴニスの代表作となったミニである。1961年ミニの成功により、イシゴニスは BMC のテクニカルディレクターに昇格。翌1962年8月には XC。 9002が BMC アド16として市販化された。XC9001 の登場は最後になり、1964年10月に BMC アド17としてようやく日の目を見た。イシゴニスは1967年、王立協会の会員となり、1964年に大英帝国勲章コマンダーを受訓、1969年には、 ナイトの称号を授けられた。彼は興味にの設計者として最も著名であるが、本人はモーリス・マイナーの設計に参画したことこそが上級者の快適性や利便性を勤労階級の手の届く価格の大衆者に盛り込んだという意味で最も誇らしいと考えていた。マイナーと比較するとミニは全てを最低限までカットしたスパルタンな自動車であるという。 石ゴニスは1971年に企業合同を重ねて BLMC と呼ばれるようになった会社を引退、技術コンサルティング会社を死の直前まで経営した。ありがとうございます。